はい、どうもこんにちは、ちんでございます。今ですね、この撮影をしながらですね、まあ、する前にちょうど前回の動画をアップロードしたとこなんですけど、公開からこんなにすぐに低評価がついて、かつもう今短時間で4人ぐらいね登録者が減ったっていう、もう恐ろしすぎません ?ZX25R ってほんまにね、もろ刃の剣ですね。で、そのフォローっていうわけではないんですけど、当然前回の僕の動画ね、バイクそのものがどうっていうよりも、個人的な好みのお話がちょっと前面に出すぎたなっていうところがあったので、今回はちょっとバイクそのものの、性能とかシャシーがどうとか、そういう個人的な印象をちょっと取っ払って、 ZX25R っていうそのものにフォーカスして、どんなバイクなのかっていうようなところをちょっと考察していきたいなと、振り返っていきたいなと思うんですけど、デザインに関してはね、本当に秀逸やなと思います。全然これフォローしてるわけじゃないですよ。デザインに関しては、素晴らしいなと。以前、ピットでね、同じ川崎の 6R と横並びに置いてあることがあったんですけど、旗から見てもね、やっぱりその全然車格も見劣りしないですし、しっかりと作り込まれている印象はありました。これ今回ね、僕言葉選びとか言い回しちょっと怖いな思ったんで、台本をね作りました、ちゃんと。あ、すいません。はい。で、しっかり作り込まれていると。で、アッパーカウルから、サイドへの造形とかっていうのもすごくしっかり作り込まれているし、シートカウルの造形なんかも、今までの250クラスやったら、のぺっと作ってきそうなところを、しっかりキャラクターラインを入れて、造形的にも、所有感を満たしてくれるデザインに、作り込まれているっていうような印象。あとは、もちろんこれも個人差あるかもしれないですけど、川崎の SS のイメージっていうのを踏襲するデザインなので、一目でその川崎の系譜であるっていうことは分かりますし、ホンダのね CBR みたいに、SF 的なデザインっていうよりは、やっぱり今のオーソドックスなスーパースポーツの、デザインですね、ショートテールでっていうようなデザインを引き継いでいるなっていうような印象で、そこに関しては好印象でした。はい。足つきに関してなんですけど、車格がものすごく立派なので、一瞬そういうポジションを強いられるのかなと思うんですけど、またがってみるとこれまた拍子抜けするぐらいにコンパクトで、あ、これ250やったわっていうのを改めて気づかされるっていうような印象なんですよね。で、足つきはものすごくいいんですけど、それによってね、やっぱ犠牲になった部分もあるなっていうのが正直な印象です。で、車重に関しては、取り回しとか、停車時から引き起こした時にそれなりにやっぱり重量感は感じるんですけど、乗ってしまえばね、車重に関してはそこまで大きくは僕は感じなかったんですね。で、そのさっきのポジションのお話なんですけど、一言で言うと、ネイキッドバイクを無理やりセパハンにしたみたいな、ステップを変えずにハンドルだけセパハンにしたみたいなポジションあるじゃないですか。そういう印象がおそらくちょっと一番近いのかなというふうに思って、おそらくそのとっつきやすいようにシート高も下げてきたし、ステップワークもしやすいようにステップの位置もあまり後ろに持ってこなかった。でもバイクの性格とか、その世の中が求めてる、やっぱ比較されるであろう忍者250とか CBR と比べて、やっぱ攻めた印象を与えたかったっていうような、意味合いが一番強いのかなと思うんですけど、ハンドルの位置だけちょっと低いんですよね。なので、足が前でハンドル下でみたいな、ちょっと変な窮屈なポジションっていうんですかね。昔のSR のセパハンとかもそうですけど、昔のそのカフェレーサーみたいなね、そんなポジションっていうんですかね。で、これがちょっと気持ち悪いなっていう印象があったんで、ステップがあの位置なんであれば、ハンドルはもう少し上の位置の方が本来多分、自然なポジションが得られるし、ハンドルがあの位置なんであれば、ステップに関してはもう少し後ろで上でっていう方が、きっちりスポーツライディングするポジションが取れるんかなっていうふうに、思いました。これに関してはサードパーティーからね、発売されると思うので、発売されてると思うので、いろんなステップっていうのは。これに関してはそんなにデメリットではないのかなと思うんですけど、やっぱりね、その僕がその個人的な、印象だけではなくて、しっくり来なかった部分として、やっぱりエンジンの性格なんやと思うんですよ。で、これは好みではなくて、ちょっと僕が感じたことっていうのを、できるだけ分かりやすくお伝えしたいなと思うんですけど、当然ながらね、高回転高出力のエンジンです。で、実用回転域っていうとやっぱ8000回転以上、できれば1万回転、よく言えば1万2000回転より回して乗るべきバイク、乗って楽しいバイクなんやと思うんですよね。性格としてはそんだけ高回転高出力のエンジンなんですけど、乗ってみると乗り出しは意外とスムーズなんですよ。
で、これなんでかっていうと、リアスプロケットがバカでかいんですよ。で、無理やりローギアードにしてるんですよ。なので乗りやすい。もう一つは、キャブレターではなくて、まあ当然今時のバイクなんでインジェクションなんですけど、一速に入れると勝手にアイドリングが上がるんですよね。 ECU の方で制御して勝手にこうガソリンを送ってエンジンの回転数を無理やり上げるんですけど、それによって低速のハンクラからの発進っていうのが、まあ、しやすくなっている多少、まあ、そういったギミックもあって、意外と、このエンジンの性格の割には乗り出しがスムーズ、昔のクォーターマルチに比べて。でも当然排気量とかがなんか大きく変わるわけじゃないので、本来相反する2つなんですよね。で、それをじゃあどう実現させているかっていうと、各ギア1速から6速までの各ギアの感覚がやっぱり僕広いんやと思うんですよ、このバイク。それが僕の一番の違和感な気がします。で、なぜかっていうと、そのローギアなので出だしから1速の頭打ちっていうのがまず早いんですよね。すぐ頭打ちしてしまう。で、2速に上げないといけない。で、そうしないともう音がファーって言ってる割にはバイクが全然前に進まないっていうような現象が起こる。で、そのもう一方で、当然やっぱりいろんな雑誌とかで比較されますよね。 CBR とか忍者250とかと他社の250とか同じクラスの他の車種と比較をされると思うんですけど、その時に最高速とかで負けるわけにはいかないと思うんですよ。これおそらく販売に直結するので。っていうことは最高速も稼がないといけない。でもローギアードにして、出だしのスムーズさも必要となるとギアが広くなる。で、そうなってくると、まあ、1、2、3速なんかは特にそうなんですけど、ギアの間隔が広いんですよ。なのでスムーズに乗ろうと思うと、できればまあ当然、まあ、6速あれとしても3、4、5速を多用する乗り方が一番スムーズで、シフト操作も、ギアのつながりとか回転の落ち込みとかもなく乗ることができるんですよね。で、1、2、3速になるとちょっとやっぱギアの間隔が、広すぎるとっていうのが決定的に僕が馴染めなかったところやと思います。じゃあその市街地ではどうなんかっていうと、車の流れに合わせて走ろうとか、ちょっとこう車の流れをリードして追い越しをかけようとするだけで、結構なやっぱり回転までエンジンを回してあげないと走ってくれないんですよ。でも車速としては出てないんですよ。スピードとしては結構な音はするのにスピードが出てない。で、自分では全然そんなつもりないんですけど、旗から見るとなんかちょっと生きてるみたいなね感じに思われかねないぐらい、よく言えばええ音するんですよ。悪く言えばうっさいんですよ。で、これがまず、市街地でまず馴染めなかったとこで、じゃあこれワインディングに入るとどうなんかっていうと、そのパワーバンドを維持しようと思うと最低でもまあ1万回転は維持しておきたいな。なのでその1、2、3速ぐらいで1万回転を、回すことは可能なんですけど、当然その時にギアの間隔が広くなるのでものすごく苦手、低速で高回転を使うのが苦手、ある程度高回転を使うんやったら高いギアを選んでおかないと、走りのリズムがつかみにくいんですよね。シフトアップすると極端にギアが落ちるし、シフトをダウンするとやたら回転数が上がるしっていう、すごいギクシャクする印象なんですよ。ワインディングで楽しく走ろうと思うと、やっぱね3、4、5速を多用するような走り方、そうなると、まあ、クロスミッションまではいかないですけど、当然でもこのギア比の感覚っていうのが近づいてくるので、割とスムーズにこうシフトを選んでこう落としすぎず、高すぎずっていうところをうまくこうギアのチョイスをしながらね、適切なギア選びっていうのがしやすいんですけど、低い速度で行こうとすると適切なギアがなくなっちゃうんですよ。1速やと高すぎるし、2速やと落ちすぎるしみたいな。なので必然的にこの高回転を維持して気持ちよく走ろうとすると、速度もそれなりにないとそれが楽しめない。じゃあこの速度がどれぐらいなんかっていうと、当然60キロは超えます。さすがに 250cc といえど、45馬力ぐらいですかあるバイクなので60キロは軽く超えてくると。で、そうなるとそこでやっとこう走りのリズムが出てくるんですけど、公道で250でその速度域になってしまうっていうのが1点で、もう一つはね、サスペンションもやっぱりそうで、かなりいいものが採用されているんですよ。当然で、ストロークもしっかりやって、動きもいいですし、でさらにそこでさらに減衰力もしっかり効いてくれているんで、ギャップとかを通過した時の収束も早いですし、ペースを上げていっても破綻するような気配もないし、フィーリングも良好。でもあくまでも
やっぱり速度域が上がってきた時にしっくりくるような印象で、低速域やとやっぱりちょっとフィーリングが希薄なんですよね。なので低速域で回転だけ上げて走ろうとするとサスペンションの感覚も希薄になってしまうっていうのが、やっぱこのバイクが僕がちょっと馴染めなかったポイントなんですよ。なのでペースを上げるといろんなことが噛み合っていってバランスが取れてくる。でもペースを上げないとそういったところが噛み合わず、ただただやかましいバイクになってしまうっていうような印象ですかね。なので結果じゃあこれどこで走るのが楽しいバイクなんかなっていうのが、結局まあ2時間乗ってないくらいですけど、まあ、どこで走るのがいいバイクなんかなっていうのがね、最後までつかめなかったんですよね。で公道ではそのいわゆる高回転のところを使わずに人の目を気にしながら走ると、今度全然乗り味として楽しくないゾーンで走ることを強いられてしまうし、じゃあ気持ちがいいところを使おうと思うとなんか息ったうるさいだけのバイクになってしまうし、な速度と使う回転域を合わせていくと今度公道での速度域では 250cc のバイクなんやけどなくなってしまうっていうね、難しいですよね。でその一方でそのシート高とか含めての設計ですよね。シート高もそうですし、ステップの位置もそうですし、減速比もそうですし、最高速を出そうと見栄を張ろうとしている部分もそうなんですけど、そういう初心者の方にも分かりやすい設計を一方でしていながら求められる、技術とかレベルに関しては結構やっぱりないとこのバイク楽しめへんのじゃないかなっていうのが正直な感想ですね。はい。でじゃあ公道でそうなんであればサーキットでどうなのっていうふうに考えると、まあ、おそらく金スポとか、関西でいうとね、金スポとかでは到底無理かなと。で鈴鹿ツインとか桶川とかのクラスでもちょっと厳しいと思います。あれを維持しながら走るってなるとやっぱ60キロ以上の速度やっぱ出てくるんで、3、4、5速で、1万回転、1万2000回転になるとやっぱ60キロは軽く超えてくるので、やっぱり岡山とか筑波とかそれぐらいの規模感のサーキットっていうのが求められてくると思うんですよね。あれをほんまに、楽しんで走ろうと思うと。でそうなると250である必要性っていうのがね、今度また疑問になってきちゃうんですよね。そういう意味でこれどこでどんな方がビタッとハマるんやろっていうのがちょっと見出せなかったんですよ。例えばその250のワンメイクをするとか、そういうのであればよくよく理解はできるし、初心者の方であっても公道ではなくてサーキットデビューをあのバイクでするっていうのであれば全然理解はできるんですよ。ただやっぱナンバーをつけて公道を走るバイクとして、やっぱりその回顧主義的に昔懐かしいやっぱ雰囲気とか、あの時代の、当時のね時代を知る方々にとってやっぱりものすごく魅力的な、価値があるっていうのはよくよく理解できるんですけど、それ以外の方にとって、なかなかあのバイクの進化っていうのが見出しにくいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。もう一つ、まあ僕が今回比較する上で、まあ、ベンチマークとして、知り合いにね忍者250を借りて、あのパラツインのね250を借りて、試乗をしてたんですね。過去に先月じゃ昨年ですね、昨年末に忍者250で、ちょっとまあ試乗をしてたんですけども、まあ、当然絶対的な速さっていうのはないですし、ポジションに関しても、まあ、起き上がったポジションなので、スポーツライディングするにはもう少しちょっと、物足りないなっていうものがあるんですけども、でもサスペンションもそんなにそのペースが速いところを想定されてないんで、ある程度の速度域でしっかりこう動いてくれて、ピッチングも作って姿勢制御っていうのがしやすい、フロントを沈めたりリアを沈めたり、そういう荷重のかけ方で車体がしっかりこう動いて、それによってこうコーナー中にどんな挙動がするっていうのもつかみやすかったですし、でエンジンがまあパラツインなんで低速トルクもそこそこあって、でも絶対的なパワーっていうのはないので、ズボラはできないですよね。上りのワインディングなんかやと特にしっかりとこのシフトチェンジをして適切なギアを選んで走る必要があるっていう意味で、ものすごくまあ練習になるいいバイクやなっていうふうに思ったんですよ。で、もっと言うと、まあ、同じシャシーの設計でもう少しまあツーリングとかでも、疲れ方が少なくて、でアクセル開けた時の、トルクもしっかりあって姿勢の、安定させるのが楽っていう意味で言うと、忍者の400ですねとかの方が僕は手放しで初心者の方にもおすすめできるかなというふうに、思いました。でまあこれがどんな方におすすめなのかっていうのがものすごくやっぱ難しいんですけど、
もちろんね、こう世の中がやっぱりこれだけ評価されているバイクだし、自分の方がマイノリティであるっていうのはよくよく理解してるんですけど、まあ一部ね、僕みたいにこうシングルとかツインのエンジンが好きでっていう人もやっぱり一定数いるし、で、まあ、あのバイクに関して言うと ZX25R に関して言うと、一つは、まあ、ところ構わずエンジンこうバーって回す、こう民度の低いね、キャッハーみたいな人たちっていうのはたまらんでしょう。はい。でもう一つはやっぱりその往年の、昔のツーストとかクォーターマルチっていう、時代を知っておられて、その時にこう青春時代を過ごしておられて、熱いものを持っている。でかつ今現時点でやっぱり一定レベル以上の技量を持っておられて、それをコントロール下において、運転させることができる、走らせることができる方っていうのは、ものすごく、ハマるバイク、楽しいバイク、魅力的なバイクなんやと思います、あれに関しては。ただ、万人に僕じゃあそのみんなが絶賛するぐらい万人があれがいいかっていうと、そうは思えなかったっていうのが、まあ、僕の、今回の試乗の結論ですかね。まあ、そんなわけで、まあ、今回僕自身も、まあ、2時間足らずの試乗の中で、まあ、行動の中で市街地中心の試乗での評価なので、まあ、これに関しては自分自身もやっぱりもう少し長い期間をかけてサーキットも含めて、まあ、いろんなシーンでね試乗をして、自分自身のやっぱり感覚とあのバイクの性能っていうのをいろいろと試してみたいなというふうには、思いました。まあ、今回ちょっとフォローみたいな感じになってしまうかもしれないですけど、まあ、個人的なその好みってところで言うとエンジンのフィーリングはまあそうではなかったっていうことと、まあ、あのバイクに関しての、要求されるレベルっていうのはそんなに低いところにはないよっていうような、まあ、そんな2点ですかね。はい。というわけで、また次の動画でお会いしたいなと思います。はい。さよなら。